はいどうも、ルールカでございます。セブンナイツやっていきたいと思います。まあ、こちらの画面見ていただいて、あとサムネタイトル見ていただいてね、お気づきの方もいらっしゃると思うんですけれども、今日も、ゴジラ戦記録やっていきたいと思います。今日は、46位、また50位に返り咲いて、オラオラさんと対決となりました。で、前シーズンとも、対戦していて、その時はこちらが、勝たせていただいたっていう形ですね。果たして今日はどうなるのか、見ていきたいと思います。はい、メンチにしようか、メンテニーに見えちゃった。ゴジラが、20回参戦して43枚で、オラオラさんが18回参加して27枚とというわけで、今のところは、10枚以上リードしてるのかな？うん。素晴らしい。ゴジラ素晴らしい。で、このペースでいけば、まあ、勝てますけど、まだ、オラオラさんも18回しか攻めてないんでね、温存されてると思いますんで、まあ、これからが楽しみなんじゃないかなと思います。で、オラオラさんのことをちょっと簡単に紹介していくと、よいしょ。待ってね、オラオラさん40以内だから楽だよっと。現在30名で、紹介文、やる気、協調性、周回、向上心のある方、連絡を待っています。ボックス審査あり、詳しくは聞いてくださいなるほどなるほどね。なんだと思って、 KYSK なんだなんだと思って、詳しくですねお茶目ですね。で、サブマスがいなくて、タクペロさんのみで運営しているみたいですね。まあ、チームワークはいいってことですかね。うん。で、200レベル以上の人が大体占められてるってことは、もう老舗のギルドって感じですかね。うん。ですかね。リムルスライムさんってたまに生放送来てくれる方ですね。うん、ありがとうございます。協調性のある、まあ、募集が常に集まってるってことは、まあ、やる気と協調性がある方がね、たくさん集まってんだろうなと思います。もし、オラオラにね、興味をお持ちの方、まあ、来シーズン以降ね、ぜひ狙ってみるといいんじゃないでしょうか。まあ、ギルド戦注目コンテンツも、まあ、全部、書いてあるんで、うん、どのコンテンツもね、やりたいよって思ってる方、ぜひオラオラの門を叩いてみてください。はい、さあ行きましょう。さあ、ちょっと見ていきましょうか。メンチに醤油さん。強いっすね。これは、完全に、アキラ以外、敏将ですね。敏将ですね、スパイクも。ですね。同じかな。今どうなんだろうな。やっぱりこういう編成でも民衆を取る方がいいんですかね。俺はそのまんま、スパイクには弱点つけちゃってるんですよね。ロロか。どうだろうな。使われたら終わりだからな、もう
雪。似たようなパーティーの構成の時はな、やっぱり民衆を取れた方がいいだろうからな。すごい民衆構成だな。ここら辺の誰かを狙っていくか。ここら辺は攻撃力アップか。あれ通り過ぎたな。ここかな。魔法力アップと防御力アップ、ここかな。満月くん、ちょっと一枚ずつ大事に取っていこう。ちょっと俺カット狙えるほど強くないな、難易度で。いきます、21番。いけ、コサットさんが、ギルメンのコサットさんがエピックいったみたいですね。俺はめちゃめちゃ嬉しいな。いざ勝負。ちょっと勝ちたい。昨日は2連勝したけど、その前が4連敗なんでね。ああよかった、向こうも一発目で使ってくれたからね。残念ながらメルキル食らっちゃったね。アキラを早めに仕留めたいね。オーゲー、オーゲー、アキラ倒したでしょこれは。陣形チェンジしていきたいとこだね。オッケー。ああ嘘だこんな簡単に。やべえ、気絶するかなこれアキラ。ああやっぱりもうダメだ嘘だ、もう完全にやられた。ああ少し入った、うーわー、なんてこった。一枚ずつ大事にっつって、やっぱりちょっと宝石なんとかしないとダメだな。このパーティーに変えてからやっぱ勝ち方がね、分かんなくなっちゃってるんですよね。いやー参った。あー一枚欲しいんや、申し訳ない。
これで負けることもありますからね、平気で。闇の力を体感せよ。まあちょっとスパイクの動き早かったですね。スパイクやめた方がいいかな、弱点。それも検討しよう。弱点はアキラだけでいいかもしんない。無理です。おお、やだ。エリス人だ。なんか急に動きが激しくなったな、アメリアの。ずいぶんこう苦戦してるな。パーティーのバランスの悪さなんだろうな。パーティーのバランス悪いね。一枚抜きでもやギリギリ勝った感じだもんね。これはちょっと見直さないと。神楽禁止でこんなになっちゃうとはね。貢献度めっちゃ低いっすよ。何の貢献もできてない。はい、というわけでね、第1回の情報としては、まあ、46対33であると。はい、というとこでございます。俺4回目攻められてたけど、どうなったのかな ?1、2、3、4、あ、4回でした。はい。というわけで、次の時間、そうね、9時ぐらいですね。9時ぐらいにつなぎます。どうぞ。